ああ、はい、そうそうそう、はい、なんかめっちゃかっこよくないですか。かっこいいですね、はい、ステップアゴンがステップアゴンとうとう赤いようになったから、ついにボッツだ、走るんですね、ちょっとやんちゃけ、あ、ついに走るんですね、これでね、ハンナをね、ハンナをね攻めようかなと、ああ、なるほど、思って買ったわけではではないですよ、はい、はい、これはあの、はい、言うときますけど、はい、車検対応あの合法のやつね、合法、合法のやつ、はい、中国ですか、はい、はい、この車検通るようになってます、はい、あ、ちょっとオーナーさん、オーナーさん、オーナーさん、はい、これ、なんすか、まあ、34スカイラインっていうことは分かるんですけど、はい、これめっちゃ、はい、ね、はい、こう、こんな感じ変わったスカイラインや、いや、標準です、あ、標準です、あ、標準です、合法の、合法です、チューンがあるんですか、チューン、はい、ドレスアップか、ドレスアップか、はい、はい、中身ノーマル、中、あ、中身ノーマルです、あ、そうですか、あ、足回りとか、あ、足と、足は車庫帳、はい、入ってるんですか、マフラーと、はい、はい、どっか外装関係、外装関係、あ、以上だ、これね、この辺が、そう、これいわゆるブリスターフェンダーってやつですね、はい、はい、ブリブリっとしてるんですよね、ブリブリっと、はい、まあ、あと前、はい、ボンネットが FRP、 あ、ボンネット FRP、 はい、ボンネット、ボンネットと、はい、バンパーが、はい、どこなんやったかな、どっかの、どっかの、はい、R っぽい、あ、R っぽいキット、そう、はい、あ、これレースは何なんですか、グレードっていうか GT4 は GT4、 なるほど、 4WD、 はい、ブロンズホイールがまたかっこいいです、かっこいいですね、かっこいいですね、フェンダーはこれ R よね、 R よね、 R のニスモタイプ、あ、ニスモタイプ、あ、ニスモ、なんか記憶に新しい、最近流行り、最近流行り、最近流行り、電気では動けへん、電気では動けへん、なるほどね、はい、そんな感じです、ちょっと仲間のお店が、ちょっと仲間、じゃあ、いいけど、ノーマル、ノーマル、はい、じゃあちょっと、もうちょっと、ハンドルと、これかっこいいですね、これね、あ、あ、ちょっともう一回、もう一回、これかっこいい、これかっこいいです、あ、これかっこいいです、ダウンフォースダウンフォース、それを押さえる、押さえる、変わった、はい、これね、一つ、この成績、運転席、ちょっと、はい、座っても大丈夫、座っても大丈夫、あ、モモの、あ、ハンドルがモモ、モモのステアリングです、はい、はい、で、あ、シフトが、シフトの部門で、はい、ドリコルハダム2つありますね、どれですか、ドリコルハダム2つあります、あ、はい、で、後ろが、はい、まあ、普通な感じです、はい、はい、これシートはノーマルですか、シート、あ、もう元からええのが入ってるんですね、動画撮影者は無ノーマル、あ、らしいです。はい。あ、らしいです。そこはカットしますか。カットしますけど、はい。なんかこうめくれそうですね。めくれてます。人が。そんな感じですか。この辺。その辺。僕かっこいいな。この辺か、この辺ね。はい。はい、これここから空気が出てくるんですか。まだわかんないです。はい。はい、ここから空気が入って、はい、ここから出てくるんですか。あ、そうですか、ね。ですか。うん、あ。横から、あ、これね、あ、これタイヤの熱とかそういうのあれですか、あ、そうなんですか、いや、わかんないです、ほんまわからんと喋ったんですけどね、はい、なんか元のね、スカイラインがどうなんやったかなっていう、ね、あ、ほんますか、それはわかりますか、わかりますか、はい、そうですか、はい、いや、なんかこの辺こんなんなってないでしょ、多分なんかあれですね、もっと丸い感じですよね、あのスカイラインがノムケンのあれですね、この後ろの抜けたノムケンのキット、ノムケンの、あ、ノムケンのユーラス、ユーラス、ああ、
僕だって昔このオーナーさんにね、はい、あのユーラスでやろうつけた、はい、このフォードアンドスカイライン買おうかなって相談したことあります。ああそうなんですか、はいはい、っていう話です。あ、分かりました、はい、いいですか。え、はい、もう5分超えたらいい。あ、5分超えるとか関係ないですこのことでは。はい、大きいですか。はい、はい、じゃあこんな感じで、はいはい、じゃあこれ僕の動画で試乗してると思うんで。あ、そうですね、はい、でこういうもう一回ご紹介をボッツァーの方で見てもらって、はい、はい